エアカナダ624便着陸失敗事故は2015年3月29日0時43分にトロント発ハリファックス行きのエアカナダの定期便がハリファックス国際空港での着陸に失敗し大破した航空事故である。エアカナダ624便はトロントピアソン国際空港からハリファックスロバートイルスタンフィールド国際空港へ向かう同社の定期便である。 事故当日は、エアバス A320 で運行され、133名の乗客と5名の乗務員が搭乗していた。大雪と視界不良の中を、ハリファックス国際空港へ着陸する際に、滑走路を例後の335メートル手前で地面に衝突した。その際に、機体の膠着装置が地上のアンテナに衝突したことで機体から分離し、 さらに機体は空港へ電力を供給する送電線にも接触した。その後、機体は森土となっている滑走路の高さまで再度上昇し、滑走路を例後に胴体着陸した。アンテナへの衝突で膠着装置を失い、胴体着陸をしたため機体は大きな損傷を受けた。胴体着陸時の衝撃で左側のエンジンが外れ、右側のエンジンや主翼、 水平尾翼も破損した。また、23名の乗客とパイロットの2名も病院に搬送されたが、いずれも命に別状はなかった。そのうち1名を除いて、全員が当日に退院した。624便が送電線に接触したことにより、空港は約90分にわたって停電したが、電力は2時12分に復旧した。2015年4月2日、 エアカナダは搭乗していた乗客全員に5000カナダドルを支払った。また、この事故に関するクラスアクションの訴状が提出された。事故当該機はエアバス A320 から211で1991年7月に初飛行を実施し、同年10月に G キャピタルアビエーションサービスからエアカナダにリース機として引き渡されたものである。この事故による破損が大きく、 修復不能とされたため、退役となった。事故を受け、カナダ運輸安全委員会が調査を開始した。事故機の製造国がフランスであるため、フランス航空事故調査局も調査に参加し、BEA の調査官2名とエアバス社の技術アドバイザー2名がカナダに派遣された。この事故のわずか3週間後に、アシアナ航空162便着陸失敗事故が発生した。 162便も、使用機材は A320 で、事故原因として、視界不良が疑われ、さらに、富士二時に、広島空港の機材を破損させ、空港の運営に影響を与える事態になった。事故機は624便と同様に大破したため、事故から3ヶ月後に解体処分となった。ただし、162便でも幸運なことに死者を出さずに、済んでいる。 A.B. サイモン、ハラデテスキー、アクシデント、エアーカナダ A320 アットハリファックスオンマールに、ナインス2015、タッチドダウン、ショートオブランウェイ。ザ・アビエーテン・ヘラルド、2015年3月29日、閲覧。エアーカナダフライト624クラッシュズ、イントゥーパワーラインアポンランディングインハリファックス。ショーメディア、HTTP、グローバルニューズ、サ、ニュース。 190万9898ブレイキングエアカナダプレーンハードランディングオンランウェイアットハリファックスエアポート2015年3月29日閲覧 AB エアーカナダ AC624 スライズオフランウェイ,インハリファックス23セントツーホスピタル CBC http www.cbc SA、ニュースカナダの場 スコシャ、エアカナダフライトリーブスランウェイイン、ハリファックス -23 セント2ホスピタル -1.30139792015 年3月29日閲覧。エアバス A320 エアー、カナダプレーンクラッシュズ、オンラインウェアとハリファックスエアポート。ザインディペンデント、h t t p w w w i n d ンデ e n d e n t c o u k ニュースワールド。 アメリカズ、エアバス A320 エアカナダプレーン、クラッシュズ・オン・ランウェアとハリファックス、エアポートマイナ -1014 万 1625HTML2015 年3月29日、閲覧。エアカナダフライト624、パッセンジャーズ・レシービング5ドル K、チェックス・フロム・エアライン・ローヤー、レイ・ワーグナー・コールズ・イット、A ・グラチューティー、アンド・セズ5ドル K、 ペメンツドントチェンジアライン、エスライアビリティ、CBC ニュース、エプリル2、2015、AC624 クラッシュ、マギリブリーロー2、ファイルクラスアクションロースート、A セカンドローヤー、レイワーグナー、セズヒズファームイズコンシダリング、A クラスアクションロースートアズベル、CBC ニュース、マーチ30、2015、CFTJP エアー、 カナダ・エアーバス A 三百二十から二百十一 CN 二百三十三 planespottersnet 二千十五年四月十二日閲覧ルーセット・キース二十三トリーテッド・イン・ホスピタル・アフター・エアー。カナダ・プレーン・スライズ・オフ・ハリファックス・ランウェイ、シティ・ニュース二千十五年三月二十九日閲覧。フライト AC 六百二十四。 エアーバス A320 レジスタード CFTJP ハリファックススタンフィールドインターナショナルエアポート29マーチ2015ビューロー D オウンケット e d アニリゼズ・ポアーラ・セキュリティデールアビエーションチービレリトリーブドオウンエープリルに2015ありがとうございます